人生を激変させたい人、2億円稼ぎたい人はこれを身につけろ。思考を現実化するやばい法則を解説します。いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルの亮です。本日ご紹介する本は高橋博一先生の量子力学的願望実現の教科書、潜在意識を書き換えて思考を現実化する11の法則です。もっと豊かになって幸せを手に入れたい。仕事やビジネスで成功してもっと収入を増やしたい。自由な時間を手に入れてやりたいことに没頭したい。もしこのような願望があるとすれば、本書はあなたにとってまさに夢を次々と叶える魔法の教科書となるかもしれません。本書は引き寄せの法則やビジネスでお金を稼ぐ方法論のような単なる自己啓発書ではありません。引き寄せという現象はなぜ起きるのか、口に出した言葉が現実に影響するのは一体なぜなのか、こういった思考を実現する方法を量子力学という学問によって論理的に解説してくれています。願望を実現するプロセスを根本から理解することによって、誰しもが願望を実現することが可能になるんです。本書は思考を現実に変えて夢を叶えたり、目標を達成したいと願うすべての人必読の一冊です。量子力学が登場するので少し難しい部分もありますが、なるべくわかりやすく噛み砕いてまとめてお伝えいたしますので、楽しみながら思考を現実化する法則について学んでいきましょう。さて、そんな願望を実現する法則について今節丁寧に書かれている本書の中から、本日ご紹介いたします内容は以下の2つ。第1章、願望実現の法則を身につけたら2億円稼げました。第2章、1週間でハリウッド俳優デビュー、ほにゃららのあるイメージで思考は現実に変わります。どちらもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、願望実現の法則を身につけたら2億円稼げました。量子力学なんていうと、大学で物理学を専攻した人でもない限り何のこっちゃと思うことでしょう。特に理系アレルギーの人は量子力学という名を聞いただけで頭がクラクラとするかもしれません。実は私も量子力学には詳しくありません。ですがご安心ください。本書で紹介されている法則を理解するにあたって、数字と記号を使ってめちゃくちゃ難解な数式を解いたり、専門用語を丸暗記したりする必要はありません。それでも高橋先生の法則を身につければ、預金残高が137円だったのに数日後に2億円振り込まれた、人脈が広がって異性にモテるようになった、貯金がほとんどない状態からビル2棟のオーナーになったなどなど、もはやちょっと疑わしいぐらいの願望を実現する人が続出したというんです。自分には無理、そんなん嘘だろ、たまたま運が良かっただけでしょうと思われるかもしれませんが、成功できる人というのは確かに存在しますよね。成功する人と失敗する人の大きな違い、それは成功する人はなぜ願望が実現するのかを論理的に理解できているんです。難解な量子力学の理論は覚えなくても大丈夫ですので、まずは法則の裏付けとなる理屈の部分を一緒に見ていきましょう。さて、物理学というのは大きく2つに分けることができます。1つは古典力学、もう1つは量子力学です。古典力学は目に見える世界の自然法則を探求する学問です。よく高校生が習う物理、これは古典力学にあたります。リンゴが木から落ちるとか、ボールを投げたら放物線状を描くとか、そういう運動法則を解明していく分野となります。一方で量子力学というのは目に見えない世界の自然法則を探求する学問です。例えばリンゴというのはほぼほぼ水分でできています。水分は化学式で H2O と表すことができ、2つの水素原子と1つの酸素原子で構成されています。原子の中心には原子核があり、その周りを電子がぐるぐると回っていますよね。このあたりは高校の化学の授業で習ったんじゃないかなと思います。
すべての物質は原子で構成されていて、電子、中性子、陽子などで成り立っています。そして中性子や陽子の中には3つのクォークと呼ばれる素粒子が存在しています。素粒子というのはこれ以上細かくできない物質を構成する最小単位のことです。私たちの体も、着ているユニクロのスウェットも、使っているスマホやパソコンも、ミクロの世界で言えば同じ素粒子で構成されているんです。同じ素粒子なのに、組み合わせ次第で柔らかくなったり硬くなったり、生き物になったり無機物になったりするなんてちょっと不思議ですよね。このように目に見えないミクロの世界を解明していくのが量子力学なんです。物理学が古典力学と量子力学に分けられているように、この世の構成をシンプルに捉えると、見える世界と見えない世界に分けることができます。ただ見える見えないといっても、それは人間の主観的な分け方でしかありません。一つ大事なポイントをお伝えすると、見えるものにも見えないものにも全てにエネルギーがあるよということです。例えば見える世界にある物質には質量がありますので、アインシュタインのエネルギーの関係式で説明することができます。有名な E=MC2 という式はご存知でしょうか。 E はエネルギー、 M は物体の質量、 C は光の速度を表しています。簡単に言えば、エネルギーがあるものは物質に変換できるし、物質はエネルギーに変換できるよということです。光の速度は一定ですから、エネルギーは物質の質量に比例するということがわかります。わかりやすい例を挙げるならば、 1g の1円玉がありますよね。1円玉のエネルギーの量ってどれくらいあると思いますか。なんと広島に落とされたウラン型の原子爆弾の約 1.5 倍もあるんです。この世から1円玉を1枚消すと、原子爆弾以上のエネルギーが発生するわけです。そして質量が増えれば増えるほど、エネルギー量も大きくなります。物体が持つエネルギー量の凄まじさをなんとなくイメージできたら OK です。一方、目に見えない世界のエネルギーは E=Hν と表すことができます。 E はエネルギー、 H はプランク定数、 ν は周波数です。はい、だんだん難しくなってきましたよね。まあこの細かい部分というのは覚えなくて大丈夫です。プランク定数は一定なので、周波数が高いほどエネルギーが高くなるんだなという感覚だけ掴んでください。例えば縄跳びで20跳び30跳びと回す回数を増やせば、それだけエネルギーの量が大きくなる感じです。もう少し身近な例で言えば、紫外線を浴びると日焼けをしたり肌にダメージを受けたりしますよね。これは紫外線の周波数が赤外線よりも大きいので、紫外線の方がエネルギーが強い、だから肌にダメージが与えられるというわけです。さらに周波数が大きいものは放射線ですから、放射線は私たちの体に深刻なダメージを与えるようなエネルギー量を持つんです。こんな感じで、目に見えない世界のエネルギーは周波数の大きさに比例するわけです。さて、もう少し見える世界と見えない世界を分類してみましょう。見える世界には、私たちの肉体やお金、家、服など物質的なものがあり、見えない世界には意識、イメージ、感情、思考といった精神的なものがあります。一見すると目に見えるものばかりに意識がとらわれがちですが、実はこの宇宙では目に見える物質はたった 5% しかないということが分かっているんです。残りの 27% の見えない物質をダークマターと言い、残りの 68% の見えないエネルギーをダークエネルギーと言います。目に見える物質は光を反射するため、私たちの目の網膜に光が届いて脳が物体を認識します。一方、目に見えないものは光を反射せず真っ暗なので、私たちは観測することすらできません。真っ暗だからダークという名前が付けられているというわけです。現代科学は発展しているようで、この宇宙はまだたったの 5% しか解明されていないんです。さて、ここで大切なことは、量子力学の理論的な話ではありません。多くの人は目に見えているものしか信じない傾向にあるということ、これがめちゃくちゃ大切なんです。ですが、物理学の観点からしても、この世界で目に見えているものなんてほんのわずかに過ぎません。
世界はほとんどが見えないもので成り立っている。この認識がめちゃくちゃ大切なんです。これは人間関係についても同じことが言えると高橋先生は言います。人間関係のトラブルというのは大抵自分が認識していない相手の見えていない部分が原因です。私たちはついつい相手の表面的な見えている言動のみで相手を判断したり評価したりしてしまいます。ですが実は相手のことをすべて理解しようともせずに、なんかこいつムカつくやつだなぁとか、なんて性格が悪い人なんだろうなんて決めつけてしまっている可能性があるんです。人間関係のトラブルを解決するには目に見えていない部分を理解することがとても大切になってくるんです。人間関係に限らず、あらゆる願望を実現するためにはこの見えない世界の存在が非常に重要になってきます。なぜなら私たちの意識も目に見えない世界、つまり自分自身が認識していない潜在意識が大半を占めているからです。心理学の世界では意識を大きく3つに分けることができます。一つ目は普段私たちが自覚している潜在意識です。物事を考えたり、何かを判断したり、何かを望んだりするときは潜在意識を使います。二つ目は自覚はないけれど言葉や行動に影響を与えている潜在意識です。いわゆる無意識というやつです。そして最後の三つ目は個人を超えた人類共通の無意識領域である集合無意識です。例えば年代も地域も文化もバラバラなのに、古今東西で共通して太陽や月に神を見出すのは、人類人間が無意識でつながっていることの表れといえます。人間にはこの3つの意識、潜在意識、潜在意識、集合無意識の3つの意識があるんですが、人間の脳の情報処理は 95% が潜在意識で処理されているといいます。つまり人間というのは 95% 潜在意識によって動いているんです。瞬きも心臓が動くのも体内の免疫機能も生命活動のあらゆる機能は潜在意識で行われています。それだけではありません。今日会社や買い物に出かけるとき、玄関で靴を右足から履いたか左足から履いたか覚えていますでしょうか。通勤中にどのルートを通るかいちいち考えながら歩いているでしょうか。実は普段の行動というのもほとんど無意識的に行われているんです。有名な心理学者のカール・ユングは次のような言葉を残しました。意識全体を大きな氷山に例えると、そのほとんどが海に沈んでいる、いわば潜在意識である。人間が自分で認識できる潜在意識は、海の上に顔を出しているほんの少しの部分でしかないのだ。宇宙の構成も私たちの意識の構成も、見える部分はたった 5% にしか過ぎません。残りのほとんどは見えていない部分にあるんです。さてちょっと難しいかもしれませんが、もう少しだけお付き合いください。最後に、素粒子は波と粒でできているという話をします。小難しい話は省略しますが、イギリスの物理学者トーマス・ヤングは二重スリット実験で光の正体は波なのか粒なのかを証明しようとしました。最初は光は波の性質を持っているということが分かったんですが、その後も様々な物理学者が研究を重ね、出た結論は光は波でも粒でもあるということでした。つまり光は波と粒の2つの性質を持っているというんです。さらに実験を重ねていくと、光は誰もいないところでは波のように振る舞い、誰かが観測すると粒のように振る舞うという不思議な現象が確認されました。このように観測しようとする行為が素粒子の振る舞いに影響を与えることを観測問題と言います。これを分かりやすいイメージで例えるなら、だるまさんが転んだに近いと高橋先生は言います。誰も見ていないところでは素粒子はふらふら動いているのに、パッと見ると動きが止まってしまう感じです。さてここまでの解説をまとめますと、宇宙や意識の構成は 5% の見える世界と 95% の見えない世界で構成されている。そして見える世界というのは観測できますから粒の性質を、見えない世界というのは観測できませんから波の性質を持つということが分かりましたよね。
この二重性の性質が高橋先生の願望実現の法則の重要なポイントとなります。意識、イメージ、思考、感情というのは目に見えないので波の性質を持っていると考えられるんです。一方、物質や現実というものは観測できますので粒の性質を持っていると考えられます。つまり、意識、イメージ、思考、感情といった目に見えないもの、目に見えないものが実際に観測されたら、目に見える形になったら、波が粒になる、つまり物質化して現実化するということになります。意識が見えた瞬間、その意識というのは現実化する、物質化するんです。高橋先生が言う願望実現とは、目に見えない意識、イメージ、思考、感情を認識、観測することで現実化することなんです。この量子学的な願望実現の仕組みを使えば、物事が具現化するプロセスは次の5つのステップに分けることができます。ステップ1、意識を向ける。ステップ2、イメージが湧く。ステップ3、思考が働く。ステップ4、具体的な行動が明確になる。ステップ5、行動する。さて、この5つのステップが願望実現のプロセスです。人はこのようにプロセスを繰り返すことによって理想を現実化していくんです。例えば、家を建てるという願望を実現するのであれば、ステップ1から順に住みたい理想の家に意識を向ける。白い一戸建ての庭付きの家をイメージする。白い一戸建ての庭付きの家を建てるにはどのようにしたらいいか、どれくらい貯金をすればいいか考える。一軒家を建てるのにいくらかかるか見積もり金額を調べる。毎月10万円貯めることによって年間120万円貯める。こういったプロセスを踏むわけです。このように量子力学を用いて宇宙を支配する成功法則を学んでいくと、願望を実現するための心持ちや道のりが驚くほどよく理解できるようになると高橋先生は言います。さてさて、理論的な部分難しかったかもしれませんが、お付き合いいただきありがとうございました。続いて第2章では、お待ちかねのその具体的な法則を見ていきたいと思います。さて、それでは第1章についてまとめてしまいましょう。ポイント1、物理学は古典力学と量子力学に分けられるように、この世の構成をシンプルに捉えると、見える世界と見えない世界に分けることができる。ポイント2、見える世界には肉体やお金、家、服といった物質的なものがあり、見えない世界には意識、イメージ、感情、思考といった精神的なものがある。宇宙において見える世界にある物質はわずか 5% で、 95% は見えない世界にある。ポイント3、人間には顕在意識、無意識、集合的無意識の3つの意識がある。人間の意識も宇宙の構成と同じように、見える部分の顕在意識はわずか 5% で、人の脳の情報処理は 95% が潜在意識で処理されている。ポイント4、願望実現とは目に見えない意識、イメージ、思考、感情などを認識、観測することで現実化することである。第2章、1週間でハリウッド俳優デビュー、ほにゃららのあるイメージで思考は現実に変わります。さて、続いて第2章では、お待ちかねの思考を現実化する法則について解説していきます。本書では全部で11の法則を紹介してくれているんですが、本動画では特に重要だと感じた法則を2つピックアップしてご紹介いたします。他の法則も気になっちゃうなという方は、この動画を見終わった後、ぜひぜひ本書を実際に買って読んでみてください。さて、ご紹介する法則は次の2つ。1、あなたの波動が変われば現実も変わる引き寄せの法則。2、イメージしたことは現実になる思考の法則。いやー、気になりますね。それぞれ詳しく見ていきましょう。まずは1つ目の引き寄せの法則についてです。あの人とは気が合うとか、あの人とは気が合わないとか、なんとなく感覚的に感じるものってありますよね。一緒にいて居心地の良さを感じたり、逆になんか違和感を覚えたり、こうした現象がなぜ起こるのか、ちょっと追求してみましょう。気が合うの気は、東洋医学でいうところの気の概念が元にあります。体内に気が流れる経路があって、目に見えないものの象徴として元気、勇気、やる気といった人の感情に関わる言葉や、景気、天気といった現象を示す言葉にも使われたりします。
気の正体は最先端の科学でも解明されていません。ですが量子力学の観点で言えば、生命が発する電磁気のエネルギーだと考えられると高橋先生は言います。宇宙にある全ての物質はエネルギーでできています。ですから気というものは生命が発するエネルギーと言えるでしょう。気がエネルギーだとすれば E イコール H 入で表すことができます。見えない世界のエネルギーを表す公式でしたよね。紫外線や放射線といった周波数の大きいものほどエネルギーが大きいという話でした。周波数が高いというのは波長が短いということです。逆に周波数が低いというのは波長が長いということです。気はエネルギーそのものですから、気が合うとか気が合わないというのは波長が合う波長が合わないと同じだということがわかります。すべての物質は原子で構成されていますが、原子はそれぞれ物質特有の周波数で振動しています。周波数というのは1秒間あたりに振動する回数のことで、振動数とも言います。人間も動物も植物などあらゆる物質も、光や風や雷などあらゆる自然現象も、見えない世界ではすべてに固有の周波数があり振動しているんです。1918年にノーベル物理学賞を受賞したドイツの物理学者マックス・プランクは次の言葉を残しました。すべては振動であり、その影響である。現実に何の物質も存在しない。すべてのものは振動で構成されている。これ何を言っているのかちょっとイメージしにくいですよね。ここまですべての物質はミクロで見ると素粒子だという話をしてきましたので、素粒子っていう物質があるんじゃないのという話のはずです。さてそこで登場するのが、またちょっと難しいんですが、量子力学の最先端の理論の一つである超ひも理論です。名前だけは聞いたことがあるという方多いんじゃないでしょうか。この超ひも理論を一から説明しますと、もう一本の動画というか、もう何本もできてしまうぐらいめちゃめちゃ長くなってしまいますので、ここでは軽くご紹介する程度にしておきます。簡単に言えば、素粒子は粒、粒子ではなく振動するひものような形をしているという理論です。このひもの振動の違いによって、あらゆる素粒子や物質が生まれているとされています。物質の最小単位は輪ゴムや糸くずのような紐の形をしていて、バイオリンの弦のように振動しているというイメージです。バイオリンの弦は振動数の違い、その振動の違いによって様々な音色を奏でます。この音色の違いが素粒子や物質を生み出しているということになります。まだこれは実証はされていませんが、というより実証するための実験に必要なエネルギーが人間が扱える範囲を超えてしまっているため、実証自体が困難なんですが、宇宙を解明する非常に高度な理論となっています。さて、すべては振動しているという理論を応用すれば、この世のあらゆることが説明できると言います。他人とのコミュニケーションで波長が合う波長が合わないというのは、波長が合えば共鳴現象を起こして一気に人との距離感が縮んで仲良くなると説明できます。逆に波長が合わなければ不協和音を起こしてなんだか嫌な気分になるというわけです。この世界は同じ波長や振動のものが共鳴して物質化しています。同じ波長を持っている心臓の細胞同士が引き寄せ合って心臓となり、肺の細胞同士が引き寄せ合って肺になっていくんです。一方で臓器移植する場合は、他人の臓器との波長が合わずに副反応が起きるケースもあります。皆さんの机もパソコンも建物も同じ波長の原子や分子同士が引き寄せ合っているんです。体も素粒子で構成されていますので、ミクロの世界では振動していて、同じ波長のもの同士が引き寄せ合って作られていると言えるでしょう。私たち人間の場合も同じような価値観や考え方を持っている人同士が引き寄せ合って、類が友を呼ぶという現象が起きているんじゃないかというのが高橋先生の考えです。つまりこの世の見えるものも見えないものも、同じ波長や振動数のものが共鳴して引き寄せ合って現実化しているんです。この同じ波動による共鳴現象、引き寄せる法則が巷で言われている引き寄せの法則やら波動の法則の原理なんです。引き寄せの法則は、プラスの波動はプラスの現象を引き寄せ、マイナスの波動はマイナスの現象を引き寄せるという法則です。つまりあなたが発する周波数や振動と共鳴して現実が引き寄せられてくるというわけです。
あなたが毎日楽しくいい気分でいれば、物事はスムーズに進むことが想像できるのではないでしょうか。偶然にいい縁を引き寄せたり、偶然にいい出来事が起こったり、そういう経験あると思います。一方で何か嫌なことがあってイライラしていると、物を忘れたり財布をなくしたり、さらに嫌なことが続いてしまうなんていう経験もあるのではないでしょうか。イライラすればするほど何もかもうまくいかなくなって、嫌なことが現実化してしまう。これはまさに引き寄せの法則、波動の法則と言えるでしょう。まさに嫌なことは重なっていくわけです。感情や意識というのは目に見えませんので、E イコール H ニューというエネルギーと周波数でしか表現することができません。感情や意識も含めて素粒子のように振動するエネルギーであり、電磁波のエネルギーの一種というのが高橋先生の理論です。この世界には目に見えない電磁気のエネルギーが飛び交っています。例えばテレビ番組は見たい番組の周波数にチャンネルを合わせることで特定のテレビ番組を見ることができます。ラジオも同じで、世界に飛び交う様々な周波数から特定の番組にチャンネルを合わせて番組を聞くことができるんです。じゃあ現実世界を変えるには、チャンネルのようにカチカチっと変えるにはどうすればいいのでしょうか。それはテレビやラジオと全く同じです。意識のチャンネルを変えてあげればいいんです。見えるもの、聞こえるもの、感じるものも、テレビやラジオの原理と同じように、意識のチャンネルをどこへ向けるかによって現実を変えることができるんです。現実世界でも意識のチャンネルや感情の周波数を目的に合わせると、その意識のエネルギーや感情のエネルギーと共鳴して、同じような現象を引き寄せることができるんです。実はこの引き寄せの法則は、脳科学や心理学でも説明できます。人間の脳は五感を介して得た情報をフィルターに通して必要なものだけを抽出して記憶しています。例えば部屋の周りにある黒いものを探してみてください。さていくつあったでしょうか。ではそのままの状態で白い色のものがどのくらいあったか答えてみてください。さてほとんどわからないのではないでしょうか。黒色のものに意識を向けているときは、黒色のものしか認識できないため、白色のものは同時に探し出すことが難しいんです。心理学の世界ではこれをカクテルパーティー効果として知られています。例えば立食パーティーなどで周りがガヤガヤと賑やかでも、会話をしている相手の声を聞き取ることはできますし、遠くからでも自分の名前が呼ばれたらすぐに気がつきますよね。人間は音を処理して必要な情報だけを再構築できるんです。脳科学的にも心理学的にも、あなたが何に意識を向けるか、注意を向けるかによって認識できるものが変わるということです。ワクワクすることに意識のチャンネル周波数を合わせていれば、ワクワクするような現実を引き寄せることができます。イライラすることに意識のチャンネル周波数を合わせていれば、イライラする現実を引き寄せるようになってしまうんです。笑顔にあふれる人の周りには笑顔にあふれる人が集まってきます。愚痴や不満ばかり言う人の周りには愚痴や不満ばかり言う人が集まってきます。あなたの身の回りで起こる現象や出来事は、あなたが発する波動や周波数と共鳴して起きる自己原因によるものなんです。人生がうまくいかない人は、すべての出来事を人や環境のせいにしようとします。給料が低いのは会社のせいだ、仕事がうまくいかないのは上司のせいだと、何でも人や環境のせいにする人は、その人自身の考え方が変わらない限り現実は変わってくれません。一方で人生がうまくいく人は、すべての出来事を自己原因や自己責任と考えて、自分の考え方自体を変えようとする人です。給料が低いのは自分のスキルや能力不足が原因だから、自己投資をして自分を磨こうじゃないか。上司との仕事がうまくいかないのは、自分の在り方やコミュニケーション不足に問題があるから、振る舞いや態度を変えてみよう。そうやって自分の意識のチャンネルを変えれば、現実も変わっていくんです。環境や他人を無理やり変えることはできません。ですが自分のことは今すぐにでも変えることができますよね。現実を変えたければ、自分の在り方や考え方など内面を変えることが大切なんです。内面は目に見えない世界ですから、周波数で表すことができます。現実を変えたければ、自分が発する周波数、波動を変えていきましょう。これが波動が変われば現実が変わる引き寄せの法則の本質なんです。
さて続いて2つ目にご紹介するのは思考の法則です。思考は現実化する。これはアメリカ出身の作家であるナポレオン・ヒルが執筆した本のタイトルです。全世界でなんと1億部以上売れている成功者の哲学を体系化した書籍で、自己啓発本の原点として非常に人気な本となります。タイトルにもある思考が現実化するという言葉は、スピリチュアルの世界では思考の法則として知られています。そのせいか、思考の現実化という言葉は成功哲学としてのイメージよりもスピリチュアルなちょっと怪しげなイメージを一般的に持たれてしまっています。まあ確かに誰かの思考が現実化したり物体化してポンと現れてくる様子は目に見えませんから、スピリチュアルなイメージを持つのも仕方がないかもしれません。ですがナポレオン・ヒルの著書にもあるように、思考は現実化するということは紛れもない真実です。真実にもかかわらず、多くの人が信じることができず活用することもできていないのはなぜでしょうか。例えばダイエットで考えてみましょう。ダイエットをしようと考えても、なかなかダイエットが進まない人は多いと思います。これは潜在意識でダイエットをしたいと考えていても、潜在意識で美味しいものをもっと食べたい、運動は面倒だ、好きなだけ寝ていたいなと潜在意識とは真逆の意識を持っているためです。第1章でご説明しましたが、潜在意識はたった 5% しかありません。残り 95% の潜在意識のウェイトの方がよっぽど大きいわけですから、潜在意識の方に行動が傾いてダイエットに失敗してしまうわけです。潜在意識というアクセルに対して潜在意識というブレーキが強すぎるため、前に進んでいかないイメージです。お金を稼ぎたいと願ってもなかなか達成できない人は、お金を稼ぐのは難しい、自分にはお金を稼げるほどの価値なんてない、能力がなければお金を稼ぐことはできないなんて、自分の行動を制限する潜在的な思い込みが強いブレーキとなっているわけです。このような行動を制限する思い込みをメンタルブロックと言います。潜在意識の中にある思い込みの力はとても強力です。ダイエットに何度も何度も失敗すれば、ああ自分にはダイエットが向いていないんだなぁと思い込んだり、恋愛で失敗ばかりすれば理想のパートナーとは永遠に出会うことができないんだろうなぁと思い込んだりして、だんだんとネガティブな思考になり、無理だという潜在意識に支配されてしまうんです。小さい頃から、お前はダメな子だ、周りの子はできているのになんでお前だけはできないんだ、もっとちゃんとしなさいなんて否定的な言葉を言われ続けた人は、自分はダメなんだという強い思い込みが作られているケースもあります。思ったことが現実化しないと感じるのは、幼少期から重ねてきた経験に基づく情報が潜在意識にインプットされていて、それが固定観念や常識となって行動に制限を与えてしまうからなんです。95% の潜在意識の方が現実を作り出しているわけで、実は思考はすでに現実化しているんです。ただ残念なことに、多くの人はネガティブで強力な潜在意識の方が現実に現れているということです。つまり潜在意識の思考を現実化したいのであれば、このようなメンタルブロックや思い込みを外す必要があります。そのためには刷り込まれた思い込みの書き換えが必要となってきます。そのヒントが量子力学にあるんです。量子力学において全ての根源はエネルギーでできていましたよね。目に見えるものも目に見えないものも全てはエネルギーです。つまり思考やイメージもエネルギーだと言えます。E イコール MC 事情という式がある通り、物質とエネルギーは等価交換できます。現実に物質を生み出したいのであれば、エネルギーが必要となってくるわけですが、ではどのようなエネルギーが必要となるのでしょうか。ここで高橋先生は、心のイメージがエネルギーになると言います。この世にあるすべての創造物の源は、人の思考のエネルギー、すなわちイメージです。この世にあるものは、すべて誰かがイメージしたものなんです。例えばライト兄弟が飛ぶことをイメージしたから飛行機が作られました。iPhone が作られたのも、ワイド画面タッチ、携帯電話、ネット通信が一体となった電子機器をスティーブ・ジョブズがイメージしたからです。すべては誰かの思考のエネルギーが創造のエネルギー源になっているんですね。だからもしあなたが理想の人生を生きたいのであれば、まずは理想の人生を強くイメージする必要があります。ですがちょっと気をつけるべきポイントがありまして、イメージするだけでは理想を引き寄せることはできません。
なぜなら意図と願望は異なるものだからです。夕食はカレーライスにしようという意図は簡単に達成できますよね。一方、願望というものはお金が足りないからもっとお金を稼ぎたいという現状への不満感や欠乏感から生まれます。意図は普段の生活で簡単に実現できるイメージで、願望は今すぐには実現が難しそうなものをイメージした時に生まれるんです。よってイメージしたことが簡単に現実化しないのは、イメージしたものが願望であり、今すぐ実現できることが潜在意識として難しいと感じるものだからです。この点が願望を簡単に実現できる人は違います。願望を簡単に実現できる人というのは、潜在意識として願望が自然に簡単に実現できるものだと思っているんです。もともとお金持ちの家庭で育った人は、お金なんて簡単に稼げるものだという潜在意識があるわけですから、自然と豊かな生活を実現できます。経済的に貧しい環境で育った人は、お金がないことが当たり前なので、お金を稼ぐことが難しいという潜在意識がブレーキを働かせてしまうんです。じゃあ願望をどう実現すればいいのか、つまりメンタルブロックや思い込みをどう外せばいいのかというと、願望を意図化することです。意図というのは簡単に実現できるものでしたよね。願望を意図化して簡単に実現できるものに上書きするんです。それにはイメージするときに臨場感を持ってイメージすることが必要だと高橋先生は言います。願望を実現するには、なりたい自分や理想の人生だったり、夢や目標を臨場感を持ってイメージすることが大切なんです。世の中の成功者は明確な目標やビジョンを持っているから成功できるんです。さて、この願望の意図化を量子力学的な視点で考えてみましょう。目に見えないエネルギーは E=HN という式で表すことができましたよね。物事をイメージするときは、意識のチャンネルがその物事に向かってエネルギー量を表す周波数が変わっていきます。より臨場感を持ってイメージできれば、周波数が高くなり、イメージによるエネルギー量が大きくなるわけです。なんとなくお金持ちになりたいななんていうイメージは、曖昧な周波数のためエネルギーが低くなって、曖昧な現実を引き寄せてしまいます。逆にリアルなイメージができれば、エネルギーの密度が高くなって物質化しやすくなるんです。心の中で描いたイメージやビジョンが明確になり、エネルギー量が大きくなるほどに現実の世界に影響を与えることができるんです。めちゃくちゃシンプルに言ってしまえば、何事もちょろいと思って願望を当たり前のように実現できると思い込めばいいんです。なんだよ、結局精神論かよと思うかもしれませんが、例えばプロのスポーツ選手というのはイメージトレーニングを欠かさないですよね。試合に勝つ、ゴールを決める、技を成功させる、何度も何度も頭の中で成功する自分を繰り返しイメージすることで、潜在意識に強くインプットさせるんです。そうすれば脳内において自分は成功できるという周波数を発することができるようになるからです。つまりイメージすることで潜在意識を書き換え、メンタルブロックや思い込みを外すことができるんです。臨場感を持つことでイメージがより具体的になって、イメージの波動と共鳴することで現実を引き寄せることができるということです。実際、高橋先生のコーチングによって臨場感のあるイメージを持った人は、理想の恋人を1週間で引き寄せた、1週間でハリウッド俳優になる夢を叶えた、企業1年目で年商1300万円を達成したという願望を達成しているといいます。脳内は自由です。イメージの世界は何でもありなんですから、あなたの可能性も無限なんです。自由に理想の人生を想像してみましょう。なりたい自分や理想の自分を臨場感を持ってイメージしてみてください。そして理想の人生がどういったものか想像してみましょう。そのイメージが明確であればあるほど、願望は実現します。つまり思考は現実化するんです。さて、いかがでしたでしょうか。それでは第2章についてまとめたいと思います。ポイント1、引き寄せの法則は自分の意識のチャンネルを変えることで現実を変えることである。環境や他人を無理やり変えることはできないが、自分を変えることで現実も変わると覚えよう。ポイント2、思考の法則はあなたの 95% を支配する潜在意識が現実として現れることを意味している。理想の自分や願望を臨場感を持ってイメージし、メンタルブロックや思い込みを外すことで願望を実現しよう。さて、いかがだったでしょうか。
本日は量子力学的願望実現の教科書、潜在意識を書き換えて思考を現実化する11の法則をご紹介いたしました。残り9つの法則知りたいなと思った人、ぜひぜひ買って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになる、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画お会いできることを楽しみにしています。さようなら。最新動画を見たい方は左をクリック、おすすめ動画が見たい方は右をクリック、チャンネル登録もお待ちしています。